にちは、パンフルト奏者の大塚進です、ただいまですね、ルーマニアの曲をですね3曲ばかり続けて吹かせてもらいましたけども、ちょっと今日の目的というのはですね、この楽器のことをちょっと紹介したかったんです。でこの楽器はですね、たびたび紹介させていただいておりますように、入門者のためのですね、2オクターブ、ジャスト2オクターブのですね、楽器なんですけども、今回ね、ありがたいことに、お一人ですね、この楽器をオーダーされた方もいらっしゃいまして、でその方にこの楽器をですね、これから送ろうと思ったんですけれども、でその方がですね、そのルーマニアのですね、ネイティブなんですね、ネイティブの方の演奏を聞きまして、痛く感動されたそうなので、でぜひご自分もですね、少しでもやってみたいって、トライしてみたいということでですね、楽器をお求めになられ、オーダーされたんですけどもね。で少しでもね、そのネイティブ風に、そんなような音楽をね、できないものだろうかということで、ちょっとご質問もいただきましたので、一応この2オクターブのですね、入門者用の楽器ですけれども、今私はまあ、演奏させていただきましたようにね、まあ一応ちゃんと、まあ、どれだけちゃんとしてるかどうか、ちょっとわかりませんけども、そのように吹けばですね、ルーマニアの曲もですね、ルーマニアの曲としてですね、それに、まあ、近い形でですね、ちゃんと吹けばちゃんと演奏できるんだっていうことをね、一応ちゃんと、お示ししておきたかったのでですね、今回、久しぶりにですね、ルーマニアの曲を3曲ばかり演奏させていただきました。でこれからね、この楽器をですね、ちょっとパッケージングしてですね、送らせていただこうと思っております。で、ついでということでですね、この楽器のこの宣伝なんですけども、何回もお示ししている通りですね、入門者の方のためのね、とりあえず最初の楽器として非常にいいんじゃないかなということで、提案させてもらってるんですけれども、で価格が2万円ということで、その2万円という額がですね、ちょうどまあそれほど高くもなくてですね、なんとかその初めての方でも手が届く金額ということで、そのように設定しているんですけれども、一つだけね、こちらからね、誤解しないでいただきたいことが一つだけありましてね、これは2万円の楽器ではないということなんですね。それ以外の私が作らせてもらっておりますね、3オクターブとかですね、22管の楽器とか25管の楽器とかね、その標準的なノーマルな正規な楽器を作っておりますけども、それと基本的にはね、同じなんですけども、一応音域が2オクターブしかない狭いということと、それから入門者の皆さんのために手の届きやすい価格ということでね、2万円ということで設定しているんですけども、実際の楽器としてのですね、音色とか、そのいろんなその削り方とかね、その細かいノウハウがあるわけですけれども、そういうものに関しては、単なる2万円のね、他のところにあります単なる2万円の楽器と同じではないということをね、一応、すいませんけどもお伝えしたかったのでね、演奏をしてみました。でどのような楽器ですかって今お気になったようなね、こともちゃんと吹けば、対応できる楽器ですということをね、今お示しできたと思います。でもこの楽器はね、ぜひ多くの方に使っていただきたいと思いますので、ぜひ興味のある方はですね、おいでいただいても結構ですしね、こちら埼玉県の新座市なんですけれども、ぜひご連絡いただければありがたいと思います。それと何回も説明しておりますけれども、この楽器は東京都ね、都内の方ではですね、目白にありますですね、ギタルラ社の方でですね、扱っておりますので、そのギタルラ社の方もぜひお近くの方はね、覗いてみていただければと思います。そのお店のアドレス等はですね、またそのこのビデオの下の方にですね、アドレスを載せておきますので、後でちょっとホームページを覗いてみてください。ということで今日は、久しぶりにルーマニアの曲をですね、ルーマニアの衣装を着ましてですね、この入門者の楽器で吹いてみました。どうもありがとうございました。またそれではよろしくお願いします。ではさようなら。